ついに目標とここもよう、ガイアド。そうね、これでよしだ。いい体やつ。オーデンの気配、確かに感じるわ。東の方へ進んでみましょう。速やかに幻と接触して退散するとしよう。尺に触る気配に近づいてきているようだ。あいつら何か探し物か。戦ってください。こりゃ面白そうじゃないの。俺様自慢の分身でひっかき回してやるぜ。支援する。よりによってこんなところに現れるとは、いまいましいやつだ。騒ぎを大きくされる前に私が縛り上げよう。頼もしいじゃない。けどあのお猿、面倒な子だから気をつけてね。ご忠告に感謝する。我らにとっては今さらだがな。キコーラは先にオーディンの幻を追ってくれ。私の敵ではない。さっさと片付けるとしよう。目の前で活躍されても悪くない気分。お前が特別だ。立花が出よう。悟空ったらすっかり調子に乗っちゃって。太鼓坊さん大丈夫かな。自信満々って感じだったし、きっと大丈夫よ。もう彼っていつでも自信満々だけど、いつもすごく頑張ってるね。私あなたのために一生懸命踊るから。行くぞ。これで幻に近づけるわよ。ユギドラシオ、死の運命に打ち勝った証。ラグナロクを生き延びてきました私の墓。ここは良い場所、我が宝を育むのにふさわしい。まどろっこしい言い回しね。つまりオーディンがユグドラシルを手にしたきっかけ、
それがラグナロクだったってことかしら。この地から得られる情報はもうないみたい。さあ戻りましょうか。なになに、もう帰っちゃうの？寂しいこと言わないで、もっと遊んでこうぜ。けどお師匠様の説教は勘弁だ。ってことでこれならどうよ。オッケー。まったく呆れたお猿さんね。私たちを閉じ込めてどうするつもりなの？何、退屈はさせないって。ちょい強めの奴らがお相手するぜ。孫悟空、イラムサルジエを働かせたものだ。放置しても城内の仲間が全滅しかねない。そんな功で満足してもらっては困るな。貴公に対する私の期待ははるかに高い。猿が栄達の道を断たれるなど冗談ではない。まったく勘弁してほしい。やれやれ、異界の様子を見に来てみればこんなところでも悟空が暴れていたか。この覚えのある偉そうな気配、よーせ、ついに奴も異界へやってきたようだ。行くぞ、行くぞ。ひとまず邪魔な分身を消してやるとしよう。これが弱肉強食。妖精、あいつがここに嫌がんだ。こうなったらまとめてボッコボコに。いや、ダメだ、あいつとやり合うには準備がいるな。妖精、あの気配やはり貴公だったのだな。城内にいるのならさっさと門を開けてくれないか。その声は太公望、君だな。私一人でも手は足りるが、お望みなら開けてやろう。その鼻持ちならない態度は相変わらずか。まあいい、今は城内の仲間を救援するとしよう。いつもすごく頑張ってるね。私、あなたのために一生懸命踊るから。修練を積むという。
おかげで助かったわ。ところで、あなたは一体…ゆえあって戦界から来た妖精だ。詳しくはこの状況が落ち着いてからとしよう。あげちゃうぜ。おい妖精、さっきはよくも邪魔してくれたな。そうじゃなくてもお前には山ほど恨みがあんだ。呆れるほどしつこい猿だ。ようやく分身と怪物を片付けてやったという。まったく悟空ったら。私たちもうヘトヘトだよ。悟空、随分とやる気になっているようだ。これ以上面倒な状況になる前に片付けるとしよう。軍を二手に分け、北と南から攻撃する。私は北へ回る、南へ回る、言わずとも分かるな。その程度の策、私とて思いついていたぞ。まあいい。よろしくお願いします。南は引き受けてやる。私たちは南へ回り、悟空を釘付けにするとしよう。おとりがおらぬと妖仙の奇襲も成り立たんからな。太公望と妖仙って不思議な関係だ。仲良しじゃないけど、お互いに認め合ってるのね。いつもすごく頑張ってるね。私、あなたのために一生懸命踊るから。次は負けぬぞ。腕は認めている。源の九郎義経、これにあり。ごめんなさい。遅れを取るとは。覚悟しなよ。今日の俺様は一味違うぜ。ごめんなさい。ユウが行きます。妖精のやつ、小賢しい手使いやがって。これまでの恨み、いつかまとめて返してやるぜ。妖精さん、来てくれて本当に助かったよ。何かお礼しないとね。ならば、君たちの話を聞かせてもらおうか。この異界で何が起こっているのか、興味があるのだ。しかし君よ、そんわ、なるほ、いや、まよ、はあ、やりました。